マルクス・クラウディウス・タキトスは、ローマ皇帝。後に皇帝となるフロリアヌスは、イボ兄弟である。テルニの出身であり、長らく元老院議員を務めていたと言われるが、イリュリア出身の軍人で、長年の軍港に対する恩典として、元老院入りした人物、あるいは元老院議員が、軍事職から排除される以前に、同地で、軍務経験を持つプレブス系の、 元老院議員だったとも言われる。少なくとも、生涯二度失政官についていることから、コンスル核の元老院議員だったことは、間違いない。275年に暗殺されたアウレリアヌスの、後継者が定まらない中、アウレリアヌス機下の軍隊の要請により、元老院が選出し、定位についた。空域期間は半年から7ヶ月に及ぶとする、ラテン語資料もあるが、 近年のクロノロジー研究の成果により、アウレリアヌスミカドは275年10月か11月まで定位にあり、タキトゥスは翌年正月に2度目の執政官に就任していることから空域間は2ヶ月程度だったと考えられる。しかし、75歳という高齢のため、小アジアでゴート族に勝利した後、ペルシア戦役に向かう途中で、 小アジアの都市ティアナで熱病のため寿命を終えたか、シリアで暗殺されたとされる。子が数人いたという。ありがとうございます。